ジンファンデルは主にアメリカ西海岸のカリフォルニア州を中心に栽培されている赤ワイン用ドウ品種である。カリフォルニア州で栽培されるワイン用ドウ品種の10%以上がジンファンデルである。イタリア共和国南部のプッリャなどでも栽培されているが、その場合、プリミティーボと呼ばれることが多い。DNA 解析によって遺伝子学的には、 クロアチアの武道種であるツーリエナック・カステランスキーとトライビドラグ、イタリアのプッラダで18世紀から栽培されているプリミティーボット同種であることが判明している。ジンファンデルは19世紀中頃にアメリカに持ち込まれ、オーストリア由来のジンファンデルという名前が付けられた。カリフォルニアではジンファンデルワインはリカーショップのみならずスーパーマーケットでも手軽に購入することのできる 赤ワインだが日本では一部のインターネット販売や大型主販店を除きあまり販売されていない。ジンファンデルからはボディの強い赤ワインが醸造される。ただしアメリカではロゼタイプのホワイトジンファンデルの方がジンファンデルの赤ワインより6倍売れている。ジンファンデルは糖分が入量が多いためワインとしてのアルコール度数は15%を超えることもある。 ジンファンデルの味わいは、ブドウの熟成度合いと産地によって変わる。ラズベリーのような赤いベリーの香りは、ナパバレーのような、寒冷な地域で収穫されたブドウから生まれる。ブラックベリー、アニス、黒胡椒のような香りはより暖かい地域のワインから生まれる。ありがとうございます。